いや、なんか久しぶりだね、なんかね。夏の公開収録以来じゃないのか？なんでも、キャラ今夜は、全然違う。てっぺん書いてよ。24日ってことで、クリスマスバカ野郎イブだな、これな。ほんとバカ野郎だぜ、ほう。おう。先週は加藤バカ野郎浩二来てたけどよ。あのとこも、あれだな。クリスマスにはきっちり、家族でバカ野郎パーティーあるんだってな。ああ。でも今年は、あれだろ？骨折してっから、ポッキリサンタだっつうんだ。なあ。しょうがねえな、ほんとな。キャラクター違うじゃない。うちは、クソガキいるからよ。おう。やるよ、パーティー。もうまだ子供だからプレゼントはさ、何がいいのか困っちゃってよ。おう。でも決めたぞ。クリスマスと言ったら赤だろ？で、赤で、女の子が喜びそうなものっつったらよ。おう。あれだな、タンポンだな。最悪ってお感じでよ。今夜も2時間たっぷり付き合いっつんだ、バカ野郎が、ほんと。小木博明の、小木ナイト、小木ポン。んてんててん、んてんててん、はい、てんててん、へい、てんててん。あげげ、はい、あげあげ、あげげ。あげあげ、あげげ、あげ、あげ、あげげげ。MC 奥義、俺は最強電波のファラオ、神が与えたこのレディオ、今夜はイブイブオギスマス、オギがソリノリオギンタ参上、あなたのお宅にオギンタ参上、こっそりこそこそ忍び込み、姉ちゃん見つけてパンティ拝借、オギンタこっそりパンティ拝借。オギはパンティーこっそり通り、オギはパンティーじっくり見て、オギはパンティー追いにかぐ、 It's a Christmas party。 オギはパンティーこっそり通り、オギはパンティーじっくり見て、オギはパンティーゆっくりかぶり、 It's a Christmas party。 オギはパンティーもひとつ通り、オギはパンティーお口に当て、オギはパンティーペロッと舐め、 It's a Christmas party。 Yeah, パンティー。 おぎんた、おぎんた、そのパンティー、手にしたパンティーどうするつもり、おぎんた取り出すマジプレゼント、それをパンティーに詰め込んで、枕元にこっそり置いて、おぎんた取り乗り去ってゆく。イエーイ、パンティー、メリーメリーパンティー、カモンカエラ、カエラのパンティー、エイタのパンティー、バタフライパンティー、今までのエイタ。あー、くせ。まして、こんばんは、おぎやはぎの矢作です。こんばんは、おぎやはぎの小木です。お前さ、はい、クリスマスイブなんだよ、もう今、はい、来ましたよ、イブね。ねえ、でもいいです。何回パンティーって言うんだよ。曲のアレンジはなんかかっこいいんだよ。かっこよくなってますよ、曲のアレンジはなんかかっこいいなと思ったけど、ね、クリスマスっぽいし、相変わらず内容は最悪だな。まあ、そこはね、やめてよな。パンティーはね、うん、エータとねえ木村カエラちゃん、はい、やめなさいよ。すごくいいカップルでしょ、あれはもう。いいカップルですよ、うん、すごいいいでしょうよ。いや、いいですよ、そこは。この二人パンティパンティいじんないで。すごいいいじゃない。、うん、あともうこれさ、オリナイトギッポンでさ、たけしさん基本意識してるよね。あの、もともともう全然わかんないもん、たけしさん。もうたけしさんのモノマネすら、うん、もうしてないじゃん今。なでもそうやってて、なんかすげえ後回っぽくなってるな。自分で
わかる。びっくりしちゃってさ、ね、やべえと思って。そうだね、うん、ちょっと後を回だったね。さあ後を回になってんの。最初はなんかバケロー、バケローみたいな、なんかちょっと竹内さんっぽく全然似てはいないんだけど、前からなんかやまだちょっとやろうとしてた意識あるけど、うん、もう今日やってないもんね。そうなんだ、半年ぶりにちょっと声出したから分かんなかったんだよ。もうどうやっていいか分かんなくどうやっていいか分かんなくなるんでやめてよ。なんですよね、うん、ねえ、はいはい、すごいよ、もう今日クリスマスイブなんだね。来ましたね、イブにね、ね、開けたから。そうですよ、そっか、うん、そうで、先週はね、ボジ君来てくれて、はい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 、ずっと喋ってたね。そうだよ。寂しかったのかなんか分かんないけど。いやだってうちのお母さんってコジ君のファンなのよ。おお、ね、はいはい、目覚ましかけて聞いたって。聞いてんの。70だっていくつよ。もう72とかなんだ。2とかでしょ。しかもその日ゴルフだったんだって朝から。あらららららら、あ、なのにもかかわらず早めに寝て、目覚まりの3時にかけて3時から聞いて。1時3時、うんうん、でだってあれでしょ、加藤さんはねえ、あの足を骨折してからインフルエンザで、そんなね夜中のラジオなんて普通来ないでしょ。やっぱりケンと昔から仲良くしてるって知ってるから来てくれたんだろうね。男気があるわね。やっぱあの人男気があるわ。いやー本当にすごい人だよ。あなたはあんな人と仲良くできてよかったね。すごい喜んでたよ。いや親心だね、なんか親心も。親ってそういうに思えんだよ。だからもうそれをさ、うん、その夜中の3時にさ、病み上がりでまだ次仕事があるにもかかわらず来てくれたってことが嬉しいみたいね。うん、そう、1時にね、ね、うん、すごいことですよ、確かに。そうですよ、ちゃんと聞いてんだからさ、お母さんがさ。まあまあ楽しかったでしょ、じゃあお母さんもね。いや、それは楽しかったでしょ、骨折の話とか。好きなんだから。いやパワーあったしね、あの人あるね。すごいよ、まあ元気だったね。元気でね、本当にここ1年で一番元気だったんじゃないかなってぐらい。そうでしょう、元気だったよ。元気でしたね、うん、マッコイ斎藤と戦う時ぐらい元気だった。めちゃいけで、ね、確かそんな、確かあったな。さあそれが先週でもう今日、はい、早いね、1週間がね、もうもうイブだから ね、 ね、うん、どうすんの今年は。小木は昔からほら、はい、ね、やってますがね、毎年有名だよね、小木のクリスマスイブは絶対彼女と過ごさないっていうさ。そうなんですよ、ね、今ではね、はい、普通は高校生ぐらいの時はね、うん、イベント、大イベントだったじゃない。うん、そうなんですよ、それが、うん、なんじゃあそれは俺だってあったよ、この高校生の時ぐらいは。やっぱりクリスマスイブっていうと、やっぱりちょっと彼女と過ごす特別な日みたいな、ちょっとテンションが上がるみたいなね、はいはい、何しようかとか、はい、プレゼント何しようかとか、はい、そういう日なのに、小木はその時から彼女と会わないんだよね。そう、俺はね、やっぱは、うん、恥ずかしい、やっぱ憧れた時あるよ、彼女とデート、うん、憧れるね、って1回ぐらいは、うんうん、ね、やっぱずっと家族でやってきたし、ずっと、うん、ただ中3の時1回やってんのよ、そういうことデート彼女と、あ、時にもうあんまりにも恥ずかしくて。恥ずかしいって何？いやだからもう周りがカップルだらけで、うん、その中で自分がいるのがもう、うん、すげえ恥ずかしいっていうか。あ、人と一緒だから、人と一緒が嫌いだもんね。もうあいつもおぎるよみたいな。だから誰も知らないんだよ。おぎのことは誰も知らない。そうなんだけど、そのなんか誰かに見られたりとか、あ、それ行ったっていう形跡が残っちゃう。そのやっぱ彼女からの話にも言っちゃうでしょ、多分友達にも話すだろうしさ、自分もやっぱ友達とかもし会った時になんか言わなきゃいけないことが恥ずかしいし、そのクリスマスに。まあ、いいじゃない別に、ご飯食べたとか、うん、もうなんかあのだって13の時のご飯なんか大したもんじゃないじゃない。だけどそこやっぱちょっとこう、やっぱファミレス以上のとこ行くじゃん、絶対に。そのちょっとこう毛の生えた背伸びして、ちょっと背伸び、でどの辺、どの辺だろうな、背伸び、ファミレスの背伸びした。だって中3でのイタリアンとか行かないでしょ。いやでもそういうようなとこよ、カジュアルイタリアンか。カジュアル、うん、そうそう、ね、カジュアル、カ、そう、イタリアンよね。あだけど、そうね、その1人5,000円ぐらいの、そうね、コースでしょ。3,000円、ファミレスだとね2,000円ぐらいだけど、あ、まあでも4,000円、1人4,000円かかっちゃうよな。あ、で、中3で、中3でですよ、中3で2人で1万円の、あ、でもクリスマスイブっつったらそれやんのか。やりますよ、そのぐらい。東京の人は俺彼女いなかったから分かんない。うん、でもやっぱ中3の時が一番その大人に憧れる時だからさ、そのなんか、うんうんうん、で
ね、やっぱ周りもそうです。その、なんだろうな、みんなが同じご飯なんだよね、クリスマスの時のレストランって。ああ、クリスマスディナーなのよ。ああ、あれが恥ずかしいんだよ。なんと同じおぎも同じの食べてるよみたいな周りからね。なんでその特別扱いされるんだよなんかそれもすごい嫌なの。あ、同じものを言ってさ、同じ場所に行って、うん、普段しないのに、あ、もうそれが恥ずかしいから。だからその1回だけ、もうその1回でも、ああ、もうやっぱ家族で過ごすのが一番だな、家出ない方がいいなって思って、それから高校からはもう彼女いても、うん、もう絶対家族いる。でも彼女はさね、うん、おぎは嫌だっつったって女の子の方が結構特別な日だよね。そうらしい、ね、だから一緒に過ごしたいって言わない。だから何回もそういうので別れ話になったこともありますよ。でも絶対俺は会わないっつって。逆に怪しいって思われるのかな、家族で過ごすっていうのは。いや、あれなんかね、怪しいんじゃなかったよ。家族で過ごす、なんで家族を選ぶのかっていう、マザコンだと思われてんじゃない、それが下手すぎ。まあそういうことだろうね。あ、そうだよ、その感じがするよ。まあ、まあね、でも、うん、兄弟もみんな家族でいるんだよっていう説明。だから親がみんなマザコンなの。だって普通高校生ぐらいの時って家族で一番過ごさないじゃない。まあ嫌な感じはするよね。だいたい家族旅行をさ、小学校中学生まで行ったのに高校ぐらいから嫌だよお母さんと旅行行くのなんて言い出すのが、まあまあそうなんですよ。ただ俺ね、その兄2人がね、やっぱね、途中なんだろう家族旅行行っても、うん、兄貴2人がやっぱりいなくなるのが早かったっけ、やっぱその、うん、どうしたまだ病み上がりだからね、まだ。あ、そうなの。うん、あ、それそうなのよ、ちょっと今やばい喉が喋、うん、りすぎた俺ちょっと喋りすぎたと喋ってないよ喋りすぎた。あと回のあのあれがちょっと聞いてんの、 あのちょっと声を喉に蓋かける喋り方するからねそう、あれが今になって今すげえ。あ、来ちゃった。あのなんだっけ、うん、兄貴が2人がさ、こう、うん、いなくなっちゃうでしょ、その、うん、思春期になると、うん、そう、やっぱ旅行とかね、飯食いに行くの俺だけが残っちゃうの、うんうんうん、で親2人がいつも、うん、広明だけだと、うん、兄貴2人で、ね、うん、恥ずかしくて来なくなっちゃうっていうのをすんげえ散々やっぱ小さい頃から聞かされてんのよ、その3人でのことが。だからもう俺、もう俺はそれなんか抜けれないような雰囲気があんのよ。だから俺、そのもう家族を一番重点にっていうか、そっから無意識して知らせた、実はね。あ、そう。そうなんですよ。普通末っ子が一番自由なんだけどね、そういうのって。そうなんだけど、やっぱ末っ子を一番可愛がるでしょ、親。だからやっぱ最後までいるから、その一緒に。ああ、だからやっぱそこのなんか気持ち的にさ、へえ、もう俺はじゃあもうちょっと抜けれない。家族思いなのね。今思いってわけじゃないけどね、嫌いだけどね、親二人とも。それは何急に。いやいや、そんな急にカッコつけてんの。もう早くそのね、もういなくないと思ってるよ、親なんて別にそんな別にさ、何これ何これ。いや、家族思いじゃん。だって家族思いじゃないよ俺は。なんで、だって親が、俺だって全然別にお父さんとお母さん二人でいたっていいじゃない。好きじゃねえ、ね、仲いいの、ね、仲いいんだったら、そこに別に子供なんて、子供なんだから知らねえよ、女二人で。俺は彼女で行くんだよっつって、普通は行くところをお父さんとお母さんのカメを持って家に帰ってあげるって、相当家族思いじゃない。嫌いは嫌い、もともと嫌いなんだ俺、本当に。なんかあいつらいやいや一緒にいたくねえしさ、うん、いや、ずいぶん家族思い。よくほら、実家も帰るじゃない、よく。うん、そのとこってあんま帰んないけど、帰るじゃない。まだ帰ったことないけど俺お前だって、お前だって人力車の芸人の中で一番最後まで実家に住んでたんだぞお前そ、俺だって31だよ、実家出たの遅い一人暮らし始めた、実家出たの31、遅いじゃん。31だよ俺、芸人で31まで実家にいるの遅いからね。実家にね、嫌で嫌でしょうがなかったもん。だから早く出てって、もう31だそうだよ、嫌なんだ、ね、遅いんだよ俺大好きなんだね、偉いね。偉いくはない、別に。偉い、たまたまや、たま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 ですよ。すごいわ、家族を大事にして。で、今はちゃんと森山家の方ではちゃんとやってますよ、毎年。その今年は、今年もやりますよ。今日今日はもうやれないですから。起きて、起きて、いや今日なんかいろいろありますから。あ、仕事か。いろいろ遅くまであるから、うんうん、26、うん、かな、うん、やるのは日曜日、クリスマスパーティー。うん、あ、過ぎてからやるんだ。だってやる日が何でも、今日、明日も、明後日も。過ぎちゃったらクリスマスパーティーじゃないよ、忘年会だよ。いやいや、関係ないのよそんな。
あ、そうなの。いつもだって超えてたかな、なんだろう、26でもいいでしょう、だって。へえ、うん、誰とやんの。まあでもあれよ、涼子さんに、うん、村尾太郎君に、うん、あとその御徒町ね、詩、とかを手掛けてるね、直太郎君の詩をね、詩をやってる御徒町ね、あと、あとはな、誰やろうな、多分静かね、あ、静かの、静かね、はいはい、戸、町のね、あの、あと誰やろうな、あとは誰だろう、角ちゃんかな。おお、角ちゃん例の、あのアンガールズとか田中とか、うん、田中はなんつったかな、なんか忙しいとか言ってたな。小島さん、小島さんは来ないかな。小島さん忙しいん、なんかわかんないけど。へえ、うん、っていうのよ。へえ、まあ今回誘ってないからわかんないんだけど、小島さんは静かだけ誘って、誘ってないんだよ。最近静かだけ誘ってんの。最近ね、小島さん誘ってないんだよな、なんか忙しいらしくて、なんか、ああ、うん、何が忙しいかわかんないんだけどさ、だけ断られる。へえ、だからもうやめようと思って誘う。まあ小島さんはちょっとね、うん、問題あるからね。問題ある、なんで。いや、この、なんかあれからさ、実はさ、前この、うん、あの二世矢作のツイッターの、二世矢作のね、はい、俺のなりすましの人、はいはい、その人からメール来てんの。どうや、どこに、ここに、うん、え、すげえ。そう、偽物が、うん、そう、読むよ。おぎやはぎさん、メガネビーキのスタッフの皆さん、メガネビーキリスナーの皆様、うん、ニセヤハギさんことケンヤハギです。おう、ケンヤハギ。まずはじめにツイッター上でヤハギさんを装い、ヤハギさんご本人をはじめ、ヤハギさんファンのフォロワーの皆様や相方のおぎさんをはじめとする芸人の皆様、うん、メガネビーキスタッフの皆様、その他、うん、関係各位の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことをこの場をお借りして深くお詫び申し上げます、うん、ね、でこういろいろ書いてあって、うん、軽い気持ちで始めたものが今考えると軽率で愚かな行為でした、うん、最後に矢作さんへ、いたずらとはいえ面白いつぶやきができずすいませんでした、うん、矢作さんの芸人人生のお手にならなければと願うばかりです。これからもおぎやはぎファンとして陰ながら応援していきます。この度は本当に申し訳ありませんでしたと、うんうん、なるほどね。なんかちゃんとした人っぽいね、なんかね、ちゃんとしてんだよこのね、文章化すると。そうなんだよ、うん、すごい常識人なのよ、ね、常識人だ。なんで本当に軽い気持ちでやったんじゃない。だから別に俺この人はね、こんなに常識がある人だから、うん、まあ本当に人生ね、人に過ちがあるから、はいはいはい、これもこれ簡単に許します。まあここまでされちゃそれ、うん、そうでしょ、ね、素晴らしい人です。簡単にもうこんな、ね、いいえと、ね、うん、うん、むしろちょっとね、話題作りしてくれてよかったですよぐらいの感じ。まあありがたいですよ、うん、ただやっぱ許せないの小島さんでしょ。そうです結局はいはいはい、はい、あいつだけは許せないよあいつ許せないね、なんかね。ああ、いやこの前あったじゃない、はい、番組で、うん、して一回メール来たのよ俺に、うん、あのラジオで電話出なかった後に、うん、ね、何だったのみたいな、うん、だ無視したの俺あメールを。俺も無視したの。無視した、うん、何だったのって言ったの。何何ちょっと無視して何何とかって言うから、いやもう冗談じゃねえよっつって、うん、もう裁判だよ今度っつったらもうやだよあの裁判絶対勝てないからって言い出して、うん、それでもうずっと、じゃあ何で出なかったんですか、麻雀してたのって、うん、そうなんだよ、麻雀中だから出れないっつって、マージャン中鳴ってんの気づいたっつったもん。そうでしょ。でもまあ出れないっつってね、だからもう俺は許さないっつって裁判だっつって絶対逃げんなよって言っといたから、うん、で来るのね、じゃあ裁判にね、うん、絶対勝てないって言われてる、絶対勝てない裁判、うん、だからいいよ、じゃあ弁護士ついてきてもいいよっつ、うん、続きたくなっつって言われて絶対勝てないじゃんそれ続きたくなあ、だから、うん、一応もう俺はもう切れといたからね。ちょっとあれは本当裁判するべきですよ。でしょ、うん、あいつがそういうのひでんだよな。そう、そういうところでしょ、うん、またこの前でもすごいの判明したよね。なんだっけ、なんだっけな、やっぱ聞けば聞こうの話ってやっぱおかしい、変人、うん、もうそうそう、その前も話したけど肉の種類がわからないとかあるでしょ、はいはい、であれだ、高校のでしょ。ああそう、そうそう、あのね、たまたまね、楽屋でね、俺ら修学旅行の話したのね。そうそうそう、修学旅行どうとかって言って、うん、ね、小島さんって言ったら、俺修学旅行一回も行ったことねえんだよって言った。そう、なんでってびっくりするじゃん。なんでえ、だって面白くないじゃん。そう、そういう言い方すんのよ、その、しかも、うん、でも面白いじゃん。面白い、ね、あんな面白い気持ちないじゃん。修学旅行なんか超楽しみじゃん。楽しみでね、修学旅行なんか行ったって面白くないから、
行かなかったっていうのね。そう、一回も行ったことないんだって。でなんなら先生にね、うん、その積み立てかなんかしてるでしょ、修学旅行って、そう、うん、それ行かなかったら返してくれるのかって聞いたらしい。ちゃんと確認をして帰ってくるって聞いて行かなかったのやっぱおかしいでしょあの人。もうそれでもなんか嫌だもんね、そういう修学旅行なんか行ったことないっつって。そうで高校の行事何も出たことない、何も出たことないしてたな、うん、何一つ。めんどくさい、めんどくさいんだって。それが当たり前のように言ってくんだよね、うん、え、なんでなんで、だってめんどくさいじゃんこういうんでね。そうこっちがいくら言っても楽しいじゃないねえすげえ楽しい思い出になるよね。それが分かんないんだよな。それ普通に言ってんのが腹立つんだよね、なんかね普通のように言ってんのが普通に何がみたいなね。そう何がおかしいのみたいな、うん、だからみんなと一緒にほら飯食えない人だから、それがやっぱ修学旅行でみんなで飯食ったりするのが苦痛でしょうがないなと思う、多分集団がね、うん、だから協調性がほんとゼロなんだよ。ゼロだよ。そうなの。最近やっとちょっと食えるようになったぐらいで、でしょ、うん、それまでだから。いやあの人多分普通のことをインタビューしたらまだボロボロ出てくるよ。出てくるの本当に、うん、怖いのそれが。はっていうやつ、うん、うん、嘘っていう、怖い怖い怖いみたいな、ね、もうすぐあるよ俺それ。何回もあるも一緒にいて、わあなんだこれっていうのは。そうだよね、うん、普通のことからだからちょっと忘れちゃったんだけど、本当なんか本当軽いものとかもうあるよ、ね、え、それもとかあるよね、うん、多いのよ。それも聞こう今度呼んで、いろいろね、多分ちょっと聞いてみたい。本当の変人だと思うよあの人。まあ俺は本当だから今まで会った中で一番の変人だと思ってる。そう、あの人はすごい。でまた顔が普通だから恐ろしいよね。でまた自分で気づいてないのがまた嫌の。嫌だね。であの修学旅行行かなかったのもいいとして、うん、その時はほらこうなんかね、高校時は、うん、あの時はなんか俺も分かってなかった時で、今なんか後悔してたらいいじゃん、うん、あれしてないのがなんか嫌なんだよね、大人になってんのに。あ、それがそうなんだ。肉に関してもそうじゃん、その結局肉は別にこんなに鶏肉と豚肉と牛肉の種類がわからない、うん、ね、それについてだよね。そう、それについてもこうやって言われることをなんかそれを気づかなかったってなんか言い方すんだよ、うん、こんなに俺が責められるとは思わなかったって、これを知らないことで、うん、あと覚える必要がないじゃん。そうそうそう、っていいじゃんって感じだ。うん、食ってるものですもんね。食ってるものですもんね。そう、そういうことじゃないんですよ、ね、そうだからもう、そうそう、だからそれを言ってくることがおかしいって言ってる、その俺らがまたそう、おかしいって言われる。なんでそんなこと言ってくるんだ。だって何、どうやって覚えたのっていうの。そう覚えたのじゃねえじゃんってなるだこっちは。だって別にさ、とかそのなんか試験に出ない的な感じで言ってくるわけ。そう、その覚えるだって、だってきっかけがないでしょだから覚えいや普通にわかるじゃん、鶏肉とか豚肉とかって。うん、ね、そう普通にちょっと考えるじゃんね、そういうの。ああ、うん、ラジオネームゴリラがストライク。小木さん、八木さん、あつしさん、こんばんは、うん、小島さんは高校の頃学校サボってデパートの便所で弁当を食ってたそうですあ、もうそう、あの人便所で弁当食うんだよ、これ知ってる。そうだったっけ。そう、あの人便所で弁当食うの。へえ、便所でデパートまで行かなくていい。あのお弁当は大好きなんですよ、あの人。お弁当がこの世で一番好きなのお弁当大好きなの。そうだから、弁当をどこで食べるかっていうことをいつも考えちゃうんだよね。だからディズニーランドも行く時も結局そのお弁当をその時の彼女にやっぱこう作ってもらって、うん、でどっかへ旅行して旅行っていうか旅先っていうか、まあ出先で食べようってことになったの、うん、あまりにも近場の公園で食べてたから。だからディズニーランドでじゃあ今度食べようよっていうふうに作ってよってなって、じゃあ行こうってなってディズニーランド行ったけど、中にも入れないの、ディズニーランドって弁当、ね、弁当持ち込み、うん、ってことはそこで気づいてディズニーランドの外でお弁当食べてで帰ってきたの。入んないで、もう入んないのもう自分の中で完結しちゃったの、弁当食べちゃった。あ、じゃあもう帰る、やることない。でも彼女的にはやっぱディズニーランドが本当のメインなのに、うん、メインあってそこで弁当もじゃあ食べようかっていうのが彼女の意見じゃん。でも小島さんはもうどこで弁当食べるかだから、そうなんだよね、最初から考え、だからもう。でもなんか海外行くとかでしょ、あんた。そう、今度あれ、あそこでしょ、うん、行くんですよ。ね、行くよね。うん。そんなのもう絶対ダメじゃん、あの人。だから最近変わってきたのよ、その、俺と最初、その、鶴瓶になって、外でご飯食べるその喜びみたいのを分からせて、海外の喜びみたいな。一つ一つ俺丁寧に教えてた。うん、あとラジオネームダッキーからね、小木さん、小木さん、こんばんは。うん、小島さんの発想が考えられないですと、うん、ちなみに今でもお風呂の中でおしっこしてるらしいです。まあこれはもう有名ですよね。
です有名ですよ湯船でね湯船の中でねそう湯船の中でおしっこしてるそうもう彼女と湯船入ってる時にねねそうそれ言わないんだよねね何年も言わなかった何年もねそう毎日おし一緒にお風呂入って湯船入って毎回おしっこしてるの毎回おしっこしてる気づいたんだよねそう何年後かに彼女があれでもなんかおかしい色がちょっとおかしいみたいな、うん、なった時にえ何がってなって、うん、え、コジ出したのみたいなおしっこしたの、うん、した時にえ出してっけどってその当たり前のな何が悪いのみたいなだから言う今までも言わなかったの普通だから出すことがそれはだから全部聞きたいねなんか普通のことそうだよねうん、うん、普通のこと聞きたい確かにねでも最近それを普通のことをねほんと普通に答えようとしてるのよあの人あちょっと何はって言われるのは嫌なんだちょっとね最近それが嫌になってきてうん、うん、あそうやっぱほらアンジャッシュとしてやっぱね、うん、もうちょっとちゃんとしなきゃいけない的なああちょっとねそれもあるんで多少、ね、まあそういうキャラじゃないしねあとそうねちゃんとこの計算されたまともなコントをする人たちだねあれがそのそうなのよちょっと極まのキャラだったらねそれもキャラになるんだけど そういう感じじゃないもんねそうなのよそんな人だと思わないじゃんアンジャッシュ見ててあ超なんかね素敵なそうだ、ね、なんか知的な感じじゃないうんそれがあれだから本人もやっぱちょっと困っちゃってる的なはあそっかじゃあメールまあでもそんな人あんまいないか自分の周りでなんかもうちょっと考えられない常識まあこれはもう常識がないんだけど基本的にはでもあんまりむずいねえかどうなんだろうねその辺ね俺もよくわかんねえんだよなそういう、まあ、クリスマスイブだからクリスマスイブ関係のメールでもいいのよはい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 クリスマスイブクリスマスイブにいた変わった人そこ狭める絶対ないよな小島さんみたいな友達って一人はいそうなんだよないるんとは思うけどねいやそんなこと言ったら小木だって相当変わってんだからねまあまあそう言うけどね周りは小島さんはだからそういう言い方すごい俺にしてくるいや小木だって相当変わってると思うのよなんか、うん、だけど常識はまだ常識あんのよ小島さんよりはあるんだよね小島さんなさすぎんだよねそう俺はいつもその言い方してる小島さんよりは絶対俺の方があるからって言うんだけど小島さんは小木さんには絶対かなわないっていう言い方なのあーダメだって小木さんはおかしすぎるって本当、うん、ラジオネーム上下ジョージあジャーゲジョージ、うん、小木さん八木さんこんばんは、まあ、ツイッターでまた小島さんがやらかしてましたとあ出た、うん、来ましたよ小島さんはドラマフリーター家を買うの最終回の内容をつぶやいてしまいもうフォロワーの人にネタバレするな、うん、と怒られていましたそれに対して小島さんはドラマにハマりすぎでしょうと逆ギレしてましたとああそうだよねだってこれそうかそうなんだよあの人さビデオ撮っといて後から見る人とかもいるからねそうなんだよいけないんだよねああツイッターにハマりすぎちゃってんだよななんかすごいハマってるらしいねそうなんかこの前聞いたらツイッターにドハマりしてるの年がら年中やってる年がら年中だからもうほら友達がいないですから友達いないからもうヤバいのよだハマるととことんだよね麻雀とかもそうだけど、うん、ツイッターも多分ハマりすぎちゃってすごいと思ううん、ラジオネームナオリンバナナマンのラジオで話されてたんですが小島さんは彼女のテレビを見ていて白身魚のフライが出た時にこれ食べたいから今度作ってよあでも中が魚じゃなくて肉のやつあと衣とかもいらないと言って彼女を困らせたらしいですいやいやでもそういうことそういうことああでも分かる分かるそういうことなの言いそう言いそううん、うん、ボケじゃないからねそうこの場合そうなの普通それが普通なのようん、こんな人って周りにいんのかなね私いやいいやそうしよう俺の自分の周りにいる人生、うん、今までの人生で一番変わってた人でいいんじゃないああはい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 、うん、なるほどねうん、うん、一番変わってた人、うん、これを募集しよう今日は、はい、ねそうねファックス番号東京03-5562-9540メールアドレスはメガネアットマーク tbs.co.jp こちらにどんどん送ってくださいおぎやはぎのメガネビーキー
さあ今日募集したね、うん、あの周りにいる変わった人、はい、メール来てますよ、はいはい、ラジオネームゴールダスト、うん、おぎやぎさん一人旅好き男さんこんばんは引っかからないぞ引っかからないぞ僕の友達に、うん、爪切りで自分の足の皮を切って食べてる人がいます。わからないでもないね。なんかね。あ、爪関係ね、ああいうのね。爪ね。爪切ったことないっていう人がいるよね。いるいる。ね、指いつも盛んで出るでしょ。うん、いるいる。髪癖ね。そうそう。全くないんだよな、しかも爪切りで自分の足の皮切って食べる。うん、わかる。うーん、なんかわかるよ、うん、か変わってるよね、こういう人いる、うん、ラジオネーム工場、おぎさんさんこんばんは。僕の上司はドアを開ける前必ず耳というかこめかみのあたりを片手でポンと叩いてから開けるんですなんでかわからないんですが、上司なんで突っ込めないし変わってんなと思います。どういうこと、パン、ちょっとこめかみのとこ触んだ、うん、テンプル触ってんの、そう、ポン、これ何、あれ、そういう夏静電気かもしんないよ ね、 ね、静電気防止、うん、静電気でしょ、あ、うん、冬なのかな、何だろう、冬なのかな、ね、うん、まあ聞いたら多分ちゃんとした答え返ってきそうだよね、本当はね、そんな触ってんの、どうして触るんですか、うん、ラジオネームコアラッコ大橋、小木谷さんこんばんは、うん、僕の周りの小島っぽい変わった友達ですが、うん、はい、みんなで遊んでる最中にいきなりいなくなり、うん、何も言わず家に帰ってしまうやつがいました、考えられません、はいはいはい、いるいる、あ、いた、いた、そういうのはいるね、これいるね、なんでだよってあるもんね、鬼ごっことかでもそのまま帰っちゃう人いたでしょ、鬼、隠れたまま隠れたまま、帰っちゃうやついた、帰っちゃいるんだよ、昔はさ、いたね、これいるね、帰っちゃうんだろう、これ小島さんっぽいよね、そういうタイプよ、小島さんってこんな感じでしょ、そう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 ね、うん、うん、だいたいあと来ないこともすごい多いの、ドタキャンが多い普通に、ああ、うん、だその日の気分なのよ、気分なんだよ、うん、ラジオネームラッパーザキバチョフ、ヤギさん、あとおかいさん、コウモテンさん、こんばんは。おかしな、持てない友達が、クリスマスイブの前に自分でチョコを溶かして、チョコレートの上にクリームで、ラブマークの中に自分の名前を書いたものを枕元に置いて、うん、朝起きた時に自分が作ったことを忘れたふりをして、おー、俺チョコもらえたと言ってたやつがいました。悲しいね。まあね、うん、変わってるっちゃ悲しいな、それは。チョコ、これバレンタインデーにやってほしいよね。うん、そうでしょう。うん、チョコはね。クリスマス。うん。うん、まあ、こういう、変わった人いた、小木の小学校の時とか、変わってるっていうか、俺うちになんか友達を呼んでさ、うん、せんべいとかなんかあげてたの、うん、まあその部屋でね、うん、みんなのリビングで、うん、でそいつはしょっちゅうね、でそのリビングで、うん、そっから俺の部屋まで、うん、部屋も紹介したの、それ初めて来た友達なのよ、うん、で俺の部屋、うん、ここですと、うん、ここは勉強机ですとか、うん、なんかいろいろ見せてからリビング行ってみんなでごお菓子食べたの、うん、で一人のやつがさ、お菓子食べてはなんかどっか行っちゃうの、歩いて、うん、したらどうやら俺の部屋行ってるっぽいのよ、うん、で帰ってきて、うん、何してんのっつって、いやもう何でもないっつって、またせんべいとかみんな食ってたらまたいなくなっちゃうので、俺の部屋の方行っちゃうの、うん、一人で俺に何も言わずに、うん、でなんで行っちゃうんだろうと思って、うん、で帰ってきた時にみんなでね、なんでそっち行くのってなって責めたの、うん、で何でもないってすんごい言うのよ、うん、関係ないって、うん、お前らに何も関係ないから大丈夫だっつ、うん、みたいな、でちょっとおかしいっつって、ちょっと、うん、じゃあみんなで部屋行こうっつって、うん、部屋行って、うん、そしたら別に何もないんだけど、うん、なんかねゴミ箱のとこがね、うん、ちょっとなんか汚、なんか汚れてたのね、うん、でゴミ箱行ったらゴミ箱にゲロ吐いてんの全部ゲロ吐きに俺のゴミ箱に行ってんの、部屋行って、それ多分ね言えないんだよ、なんか当時小学生の時って、で俺の部屋でゲロ吐いてるなんでゲロ吐いてんのって言っても、せめれなんか、うん、いや何でも何でもないよっていう、まあ変わってるっていうか、そういうね、わかる、小学校の時ってなんか言えなくて、まあ、言えないよね、トイレ行きゃいいのになんかそれも行かない人いるよね、なんかトイレもやん、ね、バレちゃうのか、何だか分かんないけど、俺の部屋、ゴミ箱でゲロ吐いてるの、ゲロ吐いてるの
せんべい。せんべいもんだ食べたくないんだけど、みんなが食べてで、ね、無理して食べてんのよ。あ、せんべいのゲロが。あったほうがいいな。俺の小学校の時の中学校だな、小中、中学だな、あいつ。で、一番変わってるやつはね、一軒家なの。うん。に住んでて、そいつの部屋2階で通りに面してんの、うん。でさ、中学校、小学校中学校だったらさ、うん、まあそれ、鉄ってやつなんだけど、鉄、うん、くんとか、遊ぼうとか言って、うん。外から言うよね、うん。そう。でも絶対出てこないの。うん、出てこないから、仕方ないから1階でピンポーンって押すじゃん。うん、そうするとね、2階から必ずね、バケツの水かけんの。けど笑うの。意外から必ずピンポンしたやつに水かけた。あいつ頭ね。あいつ頭おかしいと思って俺マジで。おかしいねそれは。ああ。ずーっと中学生なのに家の中でバスローブで過ごしてるし。ああ。かっこいいだな。そう。鉄うん、鉄ね、ね、さあ、はい、そういうメールはい、ください、ね、募集ですね、はい、それでは行きましょうか。週刊オギップニュース。皆さんこんばんは。週刊オギップニュースの時間です。これも年末ですから、はい、いろいろニュースあるんじゃないですか。年末多いんですよ、ゴシップが。年末はね、ゴシップ多いでしょ。そうなんですよね、うん、それでは早速いきましょうか。まずはこちらのニュースから。タレントの大桃美代子さん45歳が、うん、ツイッターで元夫とタレント、浅木久仁子さん48歳が不倫関係だったことを書き込んでいた問題で、浅木さんが22日都内で釈明会見をしました。うん、会見の冒頭で浅木さんは交際があったことを認めたものの、交際がスタートした時点では相手からすでに結婚生活は終了していて、離婚届を提出するタイミングは奥さん大桃さんに任せている状態と聞いていたと説明。大桃さんはこの日深夜ツイッターに、多くの方にご心配をおかけして申し訳なく思っています、近々お話しさせていただきますと書き込み、近く記者会見などで説明する場を設けることをした。大桃さんの所属事務所によると、20日からプライベートで海外で滞在中で、週明けにも帰国すると見られています。今回問題について帰国後に何を語るのか注目です、ということですね。これは、うん、はい、なるほど。面白いツイッター来ましたねこれね。え、ね、すごいよね、つぶやきツイッターってレベルじゃないなこれ。うん、そんなことをつぶやいてるからね。ね、それがあっちも広まるんだもんね。これでももう離婚成立ぐらいの感じ、はい、だからうまくいってない時って大体カップルでそうだもんね。もう大体ほら繋がるじゃない、うん、繋がる人は、はい、はいはいはい、特に女の人ってそういう人が多いでしょ。男もそうだけど、うん、はい、まあね、もう別れ際だった時にできちゃうんだろうね。ツイッター、うん、そうなんだけどね。でも女の人からしてみたらその時に、はい、違う人とっていうのがちょっと知り合いだったわけでしょ。その多分そうなんでしょ。そうしてももう悔しくないんだろうね。悔しいし、やっぱね、もっと前からしてたんじゃないかとか思うんだろうね。あ、疑いとかもね。ああ、それが原因だったんじゃないかとかね。そうそう、うん、まあね、すごいね、うん、これそうなんですよ。よくまあ一般的にはもう腐るほどあるような話なんだろうけど、はい、ね、まあよくある話ですよね。有名人だからね、大騒ぎですよ。ツイッターですからね、それが。これでもすごいね、ツイッターって、うん、やっぱり何よりも早いんだもんね。マスコミで発表するもん、こっちの自分一人でもピッピッやったら、はい、そうなんだよね。そうだよ、すごいよね。それが全みんなに広まっちゃうんでしょ、自分の。うん、そんなことが多分その時なんてさ、イライラしてるわけだからもう関係ないもんね、あんまね。ツイッターのその、うん、効力とかあんま考えずにやっちゃうでしょ、パッと。うん、ツイッターだって山ちゃんがうん、ゴッドターンで、あれってもうオンエアしたの、うん、してないの。何、山ちゃんのあの山里南海山ちゃんのあの何かあったっけ、ツイッターでなんだ、ゲーサーじゃねえ、ドイヒー女の、はい、まだやってないのかな、どうかな、わかんないんだよな。まだだったら言っちゃいけないもんな。なるほど、ですね。あ、そう、あ、じゃあ、あれだ、それもツイッターの中ね、ドイヒーのツイッターの話あったけど、あったね。まあなんせツイッターは
気をつけなきゃいけないよね。ツイッターはちょっと怖いですよ、うん、これは、うん、うん、ねえ、そうだよ、お前なんかやばいんだぞなんで俺に来んのこれが。いやだから、その発言も怖いよ、そういうのも。いや、うん、違う、昔だったらだよ、うん、例えば小木が、うん、誰かと浮気してんの、例えば昔ね、はいはい、浮気してたらその浮気の人が、うん、浮気した女性が頭に来て小木に、はい、ね、なんかマスコミとかにさ、うん、なんか週刊誌にね、はいはい、こう小木さんと不倫してましたとか書いたら、はいはい、ぐらいのレベルだったんだよ昔はね、うん、はい、それが今その人が、うん、ツイッターで小木さんに、うんうん、めちゃくちゃされましたとか、はい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 、書いちゃったら結構広まっちゃうんだよ。まあね、でもそこはほら真実味がそんなないくない。でもそこはなんかでもその人が有名人だった場合か、相手が有名人だとやっぱそこでちょっとこんなこと書くわけねえみたいな、うん、ね、やっぱ名前がある人がやっぱ出しちゃうと、うん、やっぱそう疑いようがないけどさ、普通のやっぱそういう人が言ってもやっぱ嘘くさいで、よくツイッターで、まあね、偽矢作がいるわけだから、それと一緒でさ、こっちもいくらでも言えますよそれは。あ、そう、ツイッターで写真も入んの？入るよね、写真付き、はい、それやられたらやばいよね、やばい写真がなんかこう黒じゃないかも。その、もしかしてそんなあった場合よ、可能性あるよ、写真写真付きで、だからそれはその暴露する本バカじゃないから、私なんかが行ったところで誰にも信用されないなんて思ったら、小木となんかね、なんかイチャイチャしてる写真を、写真で、うん、撮って、うん、それでそれバラマークよ。だいたい俺もイチャイチャしてる写真を撮る人ってすごいよね、うん、あれなんで撮ってんだろうってさ、ね、毎回それでなんかバラされてんのになんで撮って、うん、みんなね、うん、昔からバラされてんのにね、そうそうそうあれなんであれ撮っちゃうんだろう、信用しちゃうのその時は。じゃない、もう好きだと、もう何でもその人はあれじゃない、やりたいっていうことは やらしちゃうんじゃない矢作みたいなこと言うんですよね、えその人が小木がやりたいっていうのは、ね、何でもやらせたい、小木がやりたいっても全部やらせてやりたいからさっていうのと一緒よ。一緒なの、恋っていうのは。ほんとバカみたいなね。あとパソコンにあと写真をやっとくとなんかほら全部なんか流出しちゃう、流れちゃうんでしょ。俺もよくそれわかんねえんだけどさ、ね、あれもみんなやるでしょ。やる。で必ずパソコンにはそのエロいのが入ってんじゃんあれもなんで、もうあれ学習しないね、なんでエロいのしか入んないよ ね、 ねパソコンにね、うん、うん、まあね、おかしいですよね。はいはい、じゃあ次ニュースいきましょうか、うん、24日はクリスマスイブですが、民間気象会社、気象会社、気象、気象会社、ウェザーニューズの何なんだよ、ウェザーニューズの意識調査によると、日本人の3人に1人はクリスマスを特別楽しみにしていないことが分かりました。これは男女14,118人を対象にアンケートを実施したもので、クリスマスは楽しみですかとの質問に、超楽しみが 13.2%、 楽しみが 50.5% を占めました。その一方で、どちらでもないが 30.4%、 楽しみではないも 5.9% あり、 36.3% は強い関心を持っていないことが分かりました。一方、一番大切な人へのプレゼントの予算はっていう質問に、全国平均で1万825円、男性は13,112円、女性は9,384円で、男性がおよそ4,000円高いようです。皆さん一体どんなクリスマスをお過ごしになりますかということですね。これは何歳を対象にしてんの。ですね、関係ないか、年ないですよ。日本人の3人に1人は特別楽しみにしていないですって。これいや、クリスマスプレゼント平均1万、はい、でこの男性13,000円、女性9,000円、そうですよね。それも一番大切な人へのプレゼントですよ。おそ、高そうね。え、どうなんでしょう、うん、これはちょっとなんか中学生とかを対象にしてんじゃないの。いやでも大人もそんなもんじゃないんですか。いやだって高校生の時に、だって俺らが一番流行ったのはあれだろ、ティファニーのオープンカートだろ、はいはいはい、指輪、うん、あれいくらだ、2万、2万前後でしたよあれも。でこう、うん、まあ高すぎもなく、ちょっとこう、はい、クリスマスだからバイトして、ね、うん、奮発して、まあバイトで大体6万円ぐらい稼げたでしょ。
高校生ぐらいで来て、で2万円ぐらいのものはあげたよ。うん、だからもう、だからクリスマス自体が特別してない、うん、特別視してないってことでしょ、もう言ったら。本当？うん、もうでも俺ら40近くになってもクリスマスなんてもうどうでもいいでしょ、本当。うん、めんどくさいことだもんね。だから多分この3分の1っていうのは結構年の人なんだよ。年の人だよね、うん、で3分の2が多分20代前半から下ぐらいの人が思ってるわけでしょ。うん、でそれにしてもこの平均のこのね、プレゼントがね、ちょっと1万3000円。だから、あんまなんと思ってないからなんだろうな。気持ち？気持ち。だただ逆に1万3000円ぐらいのものってさ、あげたいものがないよね、1万3000円でね。だいたいその辺の金額で。何をあげんだろう？ものでさ。うん。なんか、俺もすげえ困っちゃうんだけどさ。うん。だってベタなやつだとだいたいネックレスとかでしょ。はい、ね、指輪はちょっと重いみたいなね、うん、ネックレスとかピアスとか、はい、はいはいはい、だったらピアスだな、1万3000円。うん、ピアスはちょうどいいぐらい、そのぐらいなの、ピアスって。いや、わかんないけど、でもまあピンキリだろうけど、まあ1万3000円のピアスって自分ではあんま買わなさそうでしょ。うん、ちょっと高いでしょ。高いね。うん、まあね、何だろうな、何あげんだろう、困るね。ヤギがあげたのってあれ、地球儀あげたのってあれ何てクリスマスで、うん、それこそコージ君と買いに行ったんだでしょ。地球儀買いに行ったでしょ。コージ君と東急ハンズにさ。あれこのぐらいじゃない。いや、俺の買ったような地球儀もっと高いよ。3万ぐらいするよ。おお、うん、3万ぐらいする。すごいじゃん。うん、ね、あの時24、5ぐらい。あれ24、5 で地球儀買って やろうと思ってんですよっつったら、うん、一緒に買いに行こうぜっつって、うん、それでずっと地球儀をさ、はいはい、こう肩にしょったりさ鏡でしょ、鏡でこうやったりして回したりして、回したり似合うかとか、うん、回したりとかして、うん、それで決めたんだよね。決めたやつ3万。うん、地球儀で3万か。でも地球儀って意外に高いのよ。高いんだ。そう、2、3万すんの。へえ、うん、そうそうそう。確かそうだね、あれなんかデコボコしてるやつとか高いんだよね。そう、なんかね、そうなんだろう、そうなんだよね。地球儀でもまあ洒落てるよな、地球儀は。何が1万3、4000とかないんだよ、あげたいものが。何あげたことあります、じゃあ。むしろ普通にやっぱりそうじゃないですか、見つけるものが。身につけるものがいいかな。服って怖いでしょ。服は怖いでしょ。あげるもんじゃない、あれは。うん、服怖いでしょ。うん、全然。靴は、俺は靴だもん、大体。ああ、スニーカーね。俺はもうスニーカーで決まりがあるから。もうなんか便利なのがあればいいのにね。マフラーとかね。マフラーね。好みは一緒に行った時に探っといて、ああ、この手が好きなんだって思って、探してか。ああ、小池さんっぽいな。ぽいね。小池さんは覚えて何も言わずにそれ出す。こういうこと言うな。ぽいな。でも今一番いいのはあれなんじゃないの？うん、今って今はそうでもないか。ちょっと遅いけど、結構何年か前一番楽だったのはやっぱ iPod とかね。ね。そうだね。値段もちょうどよくて。流行りのそういう電化製品的なものでしょ？うん。そうだよ。それはそう。うん、でも1万以上買えないもんね。いや、1万ちょっと1万以下で買えるんだっけ。もうちょっとしますけど。そうだね、今も大体そんなもんで買えるのか。うん、ちょっとこれは安いと思うよ、俺。確かにそうなんですよ。うん、うん、うん、はい、以上でございます、オギップニュース。うん、はい、これは募集、募集しましょうか、じゃあ。うん、じゃあ募集しましょう。うん、はい、宛先はですね、メガネアットマーク tbs.co.jp でございます。はい、皆さんよろしくお願いいたします。週刊オギップニュースでした。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビューティー。さあ、今日募集したメールね、私の周りにいる変わってる人、はい、ラジオネーム、目玉焼きベーコン。おぎさん、やぎさん、こんばんは。こんばんは。僕の友達は鼻水が一切ないのに、うん、何回も鼻を噛む人です。いつもスーッと空気の音だけが響いてます。そうだね。そうなんだよね、あれ。ってなのね。ね。はいはい。そうだね。そうだね。ね。
確かに。なんか気になっちゃうんだろうね。あれなんだろうね。あれやっぱ音出た方が嬉しいもんね、こっちもね。音っていうかちゃんと鼻水出てきた方がスカッとするよね、聞いてる方も。いやでもいるいる、スースーされちゃうと。俺こういう人知ってる。やっぱ小学校の時いたよ。気になっちゃうの。いつも鼻かんでるのに音はいつもスーなの。スーなの、うん。でこういうやつって絶対片手で噛むでしょ。あのティッシュ片手でやるよ。ああ片手ね、あ軽いバージョンの、ね、片手バージョンのやつでしょ。そう分かる分かる、片手でね、ね片手間のやつでしょ。だから本当にそう片手間ね、片手間本当そのままあれ大体こうやって分かるわ。そうだ、うん、あいたかもしれない、大してるやんね、うん、うん、いつもポッケにな、あのティッシュ入れてんだよな。そうティッシュ、しかもあのポケットティッシュじゃなくて、はい、あの家のティッシュを何枚かもうあの畳んでポケットに入れてるやつね、はい、あれ、うん、リターンは確かにそれは、ね、サマーズの大竹さんもいつもポケットにティッシュ入れてる、ね、あティッシュ入れてんね、うんうん、でいつも口のビチョビチョと拭いてんだよ。口の周りで周りに出るビチョビチョいつも拭いてるから、拭いてる、でまた畳んで入れてるもんね、畳んでそういう人だ、鼻水ずーっとターン吐くやついたよ。でも俺小学校の時ターンいた。もうねそいつね、うん、すげえ変わってんだけどさ、俺のマンションの上に住んでたんだけど、うん、ずーっとねターン吐いちゃうの教室に、うん、はい、で吐くなって先生が怒るんだけど、うん、絶対吐いちゃうの。何回怒ったって、うん、カッペッつって、うん、だから仕方なく教室の一番後ろのところにテープでね、うん、20センチぐらいの四角作ってね、そこに入っていいことになったんだよ、うん、すごいな、入っていいの、そこタンツボつって、うん、専用のそこにも、そこに入っていいっていうルールになったんだもん、絶対吐くから、うん、そう、まあ、しょうがないのかなったんだ、うん、ラジオネームカフェオレ、小木さん、八木さん、こんばんは。僕の友達に変な人がいます、うん、その友達はトイレを限界まで我慢する癖があり、この前僕の部屋でうんこを漏らされてしまいました。あれ小木も結構我慢するんじゃない？俺我慢する、我慢っていうか家じゃないとしなかった、うんこだ、うんこは。あ最近ではほんと外でうんこするできるようになったの。それさ小木って便秘じゃん、便秘、それが原因なんじゃない？ちょっとトラウマなんじゃない？でもな多分それあるかも ね、ちょっとあるかもしれないね。うん、そうなのよね。だから旅行先とか行くと海外旅行もそうだけどやっぱ便秘になっちゃうもんね、すぐ。1週間しない人とかいるでしょ。もう普通普通、そんな海外で、うん、俺1週間ぐらいの海外だったらしないよ多分。嘘、今でも多分そんなしないよ。うんうん、あそう、そうしない。あのねウォシュレットだった時はなんかやっぱ気持ちがなんか高ぶんのかなんかだからね、部屋入ってホテル部屋入るでしょ海外、うん、まずトイレ見るもんね、ウォシュレットかウォシュレットじゃないか。いまだにいいホテル行ってもウォシュレットないじゃないとこあるじゃん。これはやっぱ日本特有だよね、うん、海外はいいホテルでもウォシュレットじゃないからね。そうなのよ基本ね。グアムとかね、ハワイとかはちょっと日本っぽい国だからウォシュレットだいぶ入れてきてるけど。そうなのよ、ハワイとかでも全然まだウォシュレットがさ、うん、ウォシュレット文化じゃねっていうか、うんうん、大都会で一回トイレ見るとあウォシュレットじゃないんだなって見ちゃうとちょっとやっぱね、やっぱ心のどっかでも便秘になるようななんか気持ちが。海外マドンナがウォシュレット買って帰ったってもんな、何個も日本で。ああ聞いたことあるわ。だよね、ウォシュレット日本なんだよ。マドンナ今までウォシュレットしてなかったんだよ。じゃあなんかないかな。そんな人が海外は本当ないよね、当たり前じゃないよね。当たり前じゃないんだよ、うんうん、え、ラジオネームチョロ、マギヤギさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。私の大親友ですが、給食でとんかつが出るとそのままズボンのポケットに入れて何よ、触っては舐め、触っては舐めして、下校時に食べてました。ニコ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 しながら食べてました。もう大好物なんだよ、触っては舐め、触っては舐め、大好きだからポッケに一回で食べちゃうのはもうもったいないんだよね。もったいないんだ、もうそれ何回もその味わいたいんだよ。途中でとんかつのこの感じを舐めるって、衣の部分、そうそうそう、油、そう、舐めて、でそろそろもう限界来た時にやばい、食べようって食べるんじゃない、帰りに。ああうわー、ポッケか。でも小学校の時って確かに何年ポケットに入れるっていうなんかあったよ。あった、いや、いた、いた、あの俺は入れなかったけど、ポケットに何でもポケットに入るんだと思ってたやついたよ。
だってさ、ビスケットの話信じられないじゃん。何？ビスケット。ビスポケットの中にビスケットが。なんだっけそれ、なんだっけ。あるでしょ。ポッケの。ポケットの中にビスケットが。なんでそれだから。何の歌？そんな歌あるよ。何の歌だから。ビスケットの中から、あ違う、ポケットの中から。でもなんかその詩を聞いたことあるけど、ね、あるだろ。なんだっけ、なんか結構あのビスケット1個だったんだけど叩くんだよ。そしたらビスケットが2つみたいな歌あるだろ。ああ、なんか童謡みたいなやつだっけ。なんか童謡っていうか、なんかあったよね、昔でしょ。でもビスケットをポケットの中に入れてるって、うん、信じられる。信じられない今は。でしょ、うん、多分生だよ、あの梱包されてないやつ、ね。まあ、そうよね。昔は梱包されてないよ、大体。でしょ、うん、ビスケットを裸でポケットに入れてるっていう歌だよ。ああ。ほら、だからポケットって結構食べ物そのまま入れるから、とんかつだってあり得るよ。とんかつはね、でも、うん、給食に確かとんかつあんまなかったな。ちょっとこれ新しいね。これすごい。これも見たことないね。うん。給食でとんかつなんて、ね。ね、見たことない、ね。ないよね。うん。うん。確かにポッケには何でも入れてる時代あったか。いや絶対そうだよ。だってホリケンさんって小学生じゃん、うん、基本今でそうね。俺のだってポッケにおしんことか入れてくるじゃん。あー、その名残か。ポッケめちゃいけん時にさ、俺のねポケットに入れてくるじゃない。はいはいはい。食べ物何してんだよってやると、その俺のポケットに入れるんだわ、そういう柔らかい食べ物。あ、じゃあそうなんだ。でしょ、そうだね、入れる人いるんだよ。んだよ、そうだ、そうか、そうか、そうなんだよ。うん。さあ、はい、じゃあ、うん、ここでね、はい、先々週募集したメガネビーキ恒例の企画いきましょう。お、では、うん、いきましょう、はい、頑張れ受験生、みんな仲良く合格どこもだけ。ということで、はい、NTT ドコモさんとコラボして受験生を応援するコーナーです。うん、おぎやぎのメガネビーキではリスナーの皆さんから今までにこんな形で仲間と団結してきた、こんな団結があったらいいな、こんなことをしたら仲間と団結できるんじゃないか、はいはいはい、というメールを募集しました。はい、うん、早速紹介しましょう。はい、団結ね。はい、ラジオネーム。6組軍団的クラスになったことない人。うん、うん、はい、私は今年大学受験なんですが、うん、高校受験の時は担任の先生が全員分天満宮で、鉛筆を買ってきてくれました。そしてなぜかその袋に担任のハンコが押してありました。かっこ笑い、うん、意図はよくわかりません。結果、私の周りの友達は私も含めみんな判定ギリギリだったのに無事に受かったんです。お、ちなみにそのクラスは6組でした。あ、かっこ笑い、仲の良さは6組軍団的まではいかなかったんだけど、女子同士はすっごい仲良かったです。うん、今年もギリギリの判定ですけど、仲良しメンバーで合格どこもだけを持って受験に挑みたいです。うん、そして本番の日はそれをギュッと握って安心したいと思います。あ、いいね。あ、まあ、団結だね、それはね、うんうんうん。みんなで握りしめて試験行くわけだ、各自いろんな方向行っても、うん。みんなと一緒だっていう。そう。あ、やっぱりね、高校受験、中学受験もいろいろ大学受験ありますが、はい、こう、精神的にね、はい、こう、うん、やられて本来の力が発揮できないっていう人も中にいるからね。いますね。うん、あ、そういうこところで、ね、そういう人にはそういうすごいこう支えになっていいんじゃないの。6組的なね、そういう人たち。そうなんです。そういうものはね、だから6組軍団はね、うん、合格率いいと思うんだよね。いやー、でもそうかもね。結局確かに合格どこも希望する6個、うん、6個、はい、6個送りましょう、うん、ね、送りましょう、ね、送りましょう。続いてラジオネーム、はい、小場ひろ、うん、僕のクラスはみんなでお金を出し合って大学やセンター試験の赤本などを買って教室に置いて自由に貸し出しています。うん、へえ、すごい。その本を借りるとき一番最後の余白のページに自分の名前、受験への思い、うん、そして次に借りる人へのメッセージを書いてみんなで団結力を高めています。この間某大学の本を借りたのですが、うん、次の人へのメッセージのところに、うん、おい、お前この大学でいいのかも、いいのか、もっと上を狙えよ、大丈夫、お前なら絶対できるって、って書いてありました。ちょっとムカつきました。ドコモだけはクラスのみんなの分40個ください。ああ、40個、
はい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 、すごいクラスだね。ねえ、でもそれ今なんか見てムカついたんだね、その人はね。だからあんまりその中に入ってないんだね、その6人。まあだから本当嫌なんだろうね。うん、でもちゃんと40個とかあんだね。だけどやっぱり6組軍団だから、はい、やっぱりみんなの分をあげたいんじゃない。そしたら喜ばれるってことは知ってるんだ、まあ、喜ばれないね、うん、まあね、チヤヤされるもんな。いいじゃない、はいはい、このやだね、このメッセージね。気持ち悪いね、こんなのね。この他のクラスからしたらさ、何だあいつらみたいな、うん、あれさ、昔さ、最近よく分かんないけどさ、昔ラブホテルってノートあったじゃん。はいはい、今俺もそれね、思ったのね。あれ思い出したよ ね、 ね、あれ書いてる人いるよね。いるいる、すげえ。だって俺あれだもんね、同じクラスの女の子を書いてたもん、うん、発見した。そう、何来てんだよと思って。へえ、そうよ、あれシカジュ、シカジュ、ああ、シカジュ書いてたんだよ。お前名前言うんじゃねえよまああだ名だけどさ、うん、シカジュ書いてたんだあいつ。かわいそうだろシカジュ名前を言ったら。そうよ、書いてて笑ったんだよな。へえ、うん、いいね、こういうのもね。40個、じゃああげるか、40個。うん、うん、ね、せっかくなんで、はい、ラジオネーム、ポーポポ。うん、小木さん、八木さん、こんばんは、はい。私が今いるクラスでは、クラスの人全員を家族に見立てた家系図を、うわー、気持ち悪い。あまり使わない後ろの黒板に書いてあります。のもな、うん、母親と父親はまさに私のクラスのリーダー格である、山下さんと立石君です。ちなみに典型的リソナーの私は7番目の妹のいとこです。結構遠いね、遠いね、遠いよ、遠い。7番目の妹のいとこだからね。どこもだけはクラスの分、40個よろしくお願いします。もし勇気がなくてクラスの人に渡すことなく塾の友達に渡すことになってしまったらすいません、うん、確かにね、7番目の妹のいとこぐらいの存在だから、まあね、確かにあげれるような感じじゃないよね、その子が。なかなか難しいよね。うん、やっぱそのね、父親、母親だったら、こう、みんなに配るんだろうけどね。それは無理だろうな。でもこれ40個あげたことによって、結構昇格する可能性あるからね、上の方に。ああ、もう長女とか、その方に行くんのかね。長女とか行くんじゃない？だって、受験のために、みんなのためにもらってくるって、長女っぽいじゃん。ちょっとね、責任感があるっていうか、面倒見がいいっていうか。そう。確かになるか。あげてあげようよ。そうだね、40個行こう。40個あげよう。うん。ね、それで上に行ったらいいんだから。うん。ね。そうなんだよ。ね。怖、はい、怖いね。怖いね。そういう感じですか。はい。はい。ということで、うん、これ大きい。あ、もう一個。うん。これ。ですね。はい。はい、ラジオネーム、長野県の某中学校で3年3組を担任している宮田と申します。おう、おう、担任、担任から、担任から来た。うん、はい、合格どこもだけを我がクラス全員分、うん、34個。あ、ここ読むの、うん、あ、これ、我がクラスはおぎやはぎさん的に見て、コテコテの6組軍団です。担任が言うんだから間違いない ね、 そうだね。担任あっての6組軍団だからね、はい、男女ともお互い仲が良く、団結力は全校一だと思い込んでいるクラスです、うん、あ担任がそのことで言う、はいはい、実際そうなのですが、うん、うん、まあ実際そうなの。秋の合唱コンクールでも金賞受賞しました、うん、はい、夏休みには一人一人が合唱練習用 CD を聴いたり、うん、コンクール直前まで泣くほど練習したりしてきましたあ、金賞受賞の記念写真をステージ上で撮影し、お互いに写メし合って携帯にその待ち受けを見ることでお守り代わりにしています。あ、はいはい、まだまだ紹介しきれませんが、うん、これが我がクラスの団結の姿です。合格どこもだけは我がクラス全員分34個いただき、さらに団結力に磨きをかけさせていただけると嬉しいです、うん、よろしくお願いします。金賞受賞後の学級通信を添付しておきます。ああ。いいですね、うん。愛と感動の、はい、超青春、うん、常年祭っていうのかな。うん。はい。担任ってんの？ああ、担任写ってる。うん。ああ。団結力ありそうだね。うん。若いのやっぱ写真は、その担任は。担任ね、若くない。あれ、そうなの？40。あ、40から40代ぐらい。
大体ね、そういう6組軍団的なところで全然若くてさ、この生徒の気持ちが明るい的な感じが多かったけど、ね、うん、あでもすげえわ、このクラス合唱コンクールも金賞、それはすごい、ね、運動会も優勝、あー本当の、じゃあ団結力半端じゃない、理想の6組だ、理想の6組だ、うん、そうだよ、これすげえ、しかも一番団結力がないとできないやつやってる、何30出た31脚みたいなやつ、30人31脚みたいなやつ、ああ先生38歳老けてんな、俺らより若いじゃんそうだね、そのぐらいじゃないとさ、あでもこれいいクラスだね、いいクラスだね、あげよう、うん、これあげた方がいいでしょ、みんなさんね、うん、ね、34個、はい、結構多いねクラスね、今子供あんまり少ないのに、ね、そうですね、うん、34個じゃあ先生に送りましょう、送りましょうね、うん、はい、はい、というわけで、今回ね、うん、NTT ドコモ頑張れ受験生では人気急上昇中の歌手、うん、美和さんとコラボしていますが、はい、ここでその美和さんからのコメントをいただいてますので聞いてみましょう。小木さん、矢作さん、そしてメガネビーキを聞いている理想のリスナー、通称リソナーの皆さんこんばんは、美和です。今回私はドコモさんとコラボさせていただいて、頑張れ受験生のサイトに寄せられた皆さんからのメッセージをもとにキャンペーンソングを作るということに挑戦中です。曲ができた暁にはぜひ皆さんに聴いていただきたいと思います。さて今回おぎやはぎさんの受験生応援コーナーのテーマが仲間との団結ということですが、私は学生時代体育祭実行委員長というのをやらせていただいて、体育祭を運営する裏方に回った時は本当に仲間のありがたみを実感して、みんなと一緒にいい体育祭を作っていこうとすごく燃えていたのを思い出します。ということで受験もクラスのみんなだったり同世代のみんなと一緒に乗り越えていくものだと思います。やっぱり仲間ってかけがえのないものですよね。ということでミヤでした。いいねミヤさん、 いいよミヤちゃん、いいよ実行委員だから、ね、やっぱこれ6組軍団の鏡なんじゃない、鏡ですよミヤさんは、仲間っていうのはやっぱ恥じらいがないもんね、恥ずかしさがない、まあ、まあ、いいことですよ、いいことだからいいんですけどね、ちょっとね、なるほど、いいコメントですね、嬉しいですよ、ね、やっぱりミヤさんのね選んだ甲斐がありますよ、 NTT ドコモさんは、はい、分かってますちゃんと、うん、素晴らしいということでね、今までこんな形で仲間と団結してきた、はい、こんな団結あったらいいな、こんなことしたら仲間と団結できるんじゃないかなど、うん、6組的な仲間との団結方法を送ってください。番組でメールを紹介したリスナーには希望個数のドコモだけをプレゼント、うん、一緒に受験を頑張るクラスや部活、はい、塾などの中に仲間にもぜひ渡してください、うん、宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオおぎやはぎのメガネビーキ、みんな仲良く合格どこまだけの係、メールはメガネアットマーク TBS.CO.JP です。ホットドッグを制する者は世界を制す。全てのホットドッグはミニストップに通ず。2010年夏、ホットドッグ界に革命を起こしたメガネビーキが再びどこよりもうまいホットドッグを作る。キングオブドッグシーズン2。さあ、ミニストップさんのとの新しいホットドッグ開発の第2弾です、はいはいはい、今週もねたくさんのアイディアが届いてますので、うん、紹介しましょう。ラジオネーム、和栗精肉店、はい、小木さんはじめまして、こんばんは、こんばんは、毎週楽しみに拝聴させていただいています、はい、うん、ミニストップのホットドッグ新商品ですが、うん、はい、学生にピントを合わせて、うん、がっつりな感じで、うん、ベーコンと玉ねぎをみじん切りにして、うん、それをバター醤油に合わせるのはどうでしょう。バター醤油ね、そしてソーセージの下にチーズを忍ばせます、はい、いやいや忍ばせにね、うん、ご検討よろしくお願いします。はいはいはい、まあで間違いないですよね、うん、これもうまいうまい、バター醤油はたまんない ね、 ちょっとね、そうずるいんだよな、これはやり口がずるいんだよ
バター醤油はちょっと。だってベーコン玉ねぎさ、うん、カルボナーラ作るときにさ、うん、炒めてて、もうあの時点でうまそうじゃん。もうね。ね。そうなのよ。もう、で、そうでしょ、ね、いい匂いするしさ。で、バター醤油だって。あららら。で、チーズを下に。やり口汚ねえな、これ。火伸ばすじゃん。ひでえな。ひでえな、俺。ひでえよ。ほんとひどい。これは美味しいです。これはそうよね。忍ばせます。うん、はい。忍ばしちゃいますよ。はい。ラジオネーム、浮かれポンチ。チーズで、うん、あんこドッグ。あんこ？はい、うん。塩、ソーセージを、挟んだパンに、うん、挟んだパン。あんこ、チーズ、柔らかいプロセスチーズを挟み完成。うん、いやー、ちょっとわからないですよ、ね、そんなあんことチーズって俺食べたことないんだけど。あんこと食べられちゃう。多分合う。合います。チョコとチーズって合うんですよね。チョコとチーズ。あー、チョコとチーズ？そうなんですか。非常に合うんです、本当は。本当？でもさ、パンに合うものはさ、うん、ご飯に合うんでしょ？で、おはぎでしょ？おはぎはそうだし、パンは。あんパンがあるもんだね。ねえ。あんパンがあって。で、ご飯とチーズ合うでしょ？うん、パンとチーズ合うでしょ。パンとチーズ合うよ。ってことはソーセージも。ソーセージも合うの。ちょっとショックが。本当でも甘いのに。甘いのにチーズ。ねえ。これあいいちょっと食べてみないとわからないね。想像だけだと。で食ってみて、あれみたいな、うん。新発見みたいな可能性はあるか。ね、ラジオネーム、ああ、これが浮かれポンチですか。うん、ね。はい、そしてラジオネームレッドキャップ、おぎやぎのお二人、石井さんこんばんは、はい、今日石井さんいないんですよ、ないですよね、残念ですね。僕が提案するのはごま油ドッグです。おネギと和えたものを入れたら肉と絶対合うと思います。うん、いい、もっと聞かせて。確かいいぜ。おぎやぎのお二人もごま油は美味しい、はいはい、いいよいいよ、ごま油はずるいというようなことを言ったと思うので大ヒット間違いなしです。ご検討よろしくお願いします。はいはい、はい、これはもう、はい、もうすごい、これは一番ずるいやつ、ね、もっとずるい出ちゃったね、これね。ごま油はそうですよ、これほどずるいのはないの、うん、ねえ、もうね、うん、ごま油がね、うん、美味しくなかったことがないの、ない今まで。ないか。あるか。ある？待って、でもと、ない。ないんだよ。ないよ。ごま油がね、はまんなかったことないの。ない。ねえ。すごい。そうでしょ？うん、全くない。ごま油でネギね、でネギとごま油で塩、はいはいはい、いい塩、ネギ塩。はい。レバ刺し食べる時のね、ごま油に塩入ってるよね。塩入ってる、たくさん入ってる、あれ。あれ何つけたって美味しいんだから。あれ美味しい。ね。そうよ。でしょ。あれ俺レバ刺しだけじゃないよ。そうあれ。俺つけるの。わかるよ、あれだって何でもつけちゃうよ。俺大塩だけつけちゃうんだよ。俺大塩だけつけちゃうんだよ。俺つけちゃうんだ。つけちゃう、わかるよ。俺だってそうだよ。いやわかる、あれだってすごい美味しいんだから。あのタレはすごいよ。ネギ入れて。入れよっか。うん、ネギ。うん。だネギ細かく刻んで入れて。で塩と、ごま油で、ちょっとなんか他何入れちゃう、香ばしい、香ばしいの欲しいね。まあ、なんかこれはもううまいから、これをこれだけでうまいんだけど、さらにうまくなること考えるよね。はいはいはい、ネギ飯みたいのもあるしね、なんかね。いやー、食いたい、食いたい食いたい、うまい、あー、うまい、うまいね。うん、うまい。さあ最後、ラジオネームもち食い、うん、さて、ミニストップから新しいホットドッグのコラボ以来ということで、自分なりに考えてみました、うん、みんな大好き生姜焼き、あー大好き俺、まあ、生姜焼き大好きだな、まあ、それに僕が最近ハマっているサワークリームを合わせた生姜焼き風味かけるサワークリームはいかがでしょうか。あー、生姜焼き風味ソースとサワークリームの新しい組み合わせは斬新ではないかなと。サワーね、生姜って食べるとポカポカしてきますよね。寒い冬にもってこいの味付けだと思います。サワークリームか、そう、俺もでも好きなんだよね、サワークリーム。あ、そう、俺そんななんだよな。あ、そう、うん、サワークリーム俺好きだね。何につけて美味しい、サワークリームって。だってサワークリームもう結構何でもうまいね。これ飽きちゃうんだよな、あのサワークリーム。最初は確かにちょっとうまいかなって、あれあれ思うんだけど、なんか、うん、もうすぐもういいやってなっちゃうんだよな、あれ。サワー、俺ね、サラダせんべい、はい、あれにサワークリームつけて食ってたね。へえ、へえ、うん、ま
がまあ確かに同じような感じだもんね。そのねサラダせんべいの味しょっぱい。うん、しょっぱい。でもやっぱり何度も食うと何個も食うと飽きるよ。そうなんだよな、サワークリーム。でも確かにホットドッグには美味しいのかもしんないけど。いや合うでしょ、うん、まあ、これも美味しいでしょ。合うでしょ。合うけどね。生姜焼き好き？まあまあまあよ。あ、そんな程度じゃあもうダメだ。生姜焼きってちょっと、好きって言いづらい。あ、荻野美学ね。美学っていうかちょっと恥ずかしい。庶民っぽいからだろ。なんか恥ずかしい。なんか言えないね、生姜焼きは。生姜焼きって、荻ってなんか恥ずかしいとか言いそうな気がする。うん、ただ、生姜焼きって、もう大好きだよね。うん、男。みんな好きです。男でしょ。特に男。はいはいはい、女の人も好きなんじゃない？で、キャベツをさ、みじん切り、みじん切り、千切りしてさ、うん、そのなんか、生姜焼きのタレがさ、うんうん、キャベツにこう、熱でかかってさ、うん、で、あれをキャベツと一緒に食べると、うん、超うまいじゃん。うまい。ただ、俺食べてる俺、やつ嫌いなの。うまいんだと素直に食えないじゃんよ。いや、食べた時はうまいんで、キャベツの。うまいよね。あれを合わせて、こう、なんか調節してるやつが、見てるの。調整してさ、こう、キャベツの量と、肉と、そう、なんかこう、そう、なんか丸めて食べちゃったりとかしてさ、こう、あの調整がなんだよな。いいね、そんなのは。そんなもん気にしたら食えないんだよ、何も。いやー、今日は美味しそうなのいっぱい来たね。うん、これも全部。すごいの来たね。全部試作品食いたいぐらい。うん、あんこもちょっと行ってみたいしね。うまい、これはいいね。はい。ということで、うん、最強のホットドッグのアイデアまだまだ募集してます。宛先は郵便番号107-8066 TBS ラジオ木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキングオブドッグの係。メールの場合はメガネアットマーク TBS.CO.JP です。採用された人にはミニストップさんからいただいたソフトクリームの無料券をプレゼントします、うん、どんどん送ってください。木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキー。さあ今日募集しました、はい、うん、周りの変わってる人メール、はい、ラジオネーム恋文、うん、おぎやぎさん、やぎさん、はい、こんばんは。おぎさん、やぎさん、こんばんは、ね、はい、うん、危ないねこれ、うん、こうやって山に羊とか書いてくるわけ。あ、怖いね、怖いよこれ。これは漢字が苦手。今パッといろんなトリックパッと出たよ。まあでもすごいよ、パッと出たらすごいよ。でも危険だよ意外に。危ないよねこういうのって、うん、怖い怖い、はい、変わってるなと思った人ですが、うん、友人で弁当を変わった食べ方するやつはいました、うん、普通はおかずを食べながらご飯を食べますが、はい、彼はまずおかずをきれいに全部食べそれからご飯だけを食べてます。これって変わってますよね。これいる、いるよね、これいる、いるし、ちょっとかっこいいじゃない。ちょっとかっこいいって今言い過ぎで、その今こっちの目を見て今おかしいなってって目を大きくしたでしょ。それ見てかっこいい意味わかんない。いや、なんか懐石料理っぽいじゃない。食べ物を先食べて最後ご飯でちょっとご飯と味噌汁とおしんこだけで食べるやつっていうのがちょっとまあかっこいいなと思いますけどね。先におかずって全部ね。うん、あ、小木もそうなんだっけ。はい、何でしょうか。いわゆる三角食いができない人だっけ。小木も三角食いって何でしたっけ。なんか前そんな話したな。うん、おかずが3つあったらちょこって食って、うん、それ口に入ってるまま食べてっていう。ああ、ダメだダメだ、いただけないね。それは口に入ってんのに入れちゃうの。次の三角で常に、まあ、そう、ご飯汁物、ご飯おかず、ご飯汁物、おかず食べたらご飯食うでしょ。おかずの味でご飯食べるでしょ。まあまあそういう時もある、うん、それでまあまあまあある、あるはあるよそれは。でそのままもぐもぐもぐって噛みながらまだ全部飲み込んでないのに味噌汁飲むね。どう、そういうこと。そうなの、違うでしょ。ちょっと違う、バランスよくね、バランスよくいこうってことでしょ。はい、その全部が食べ終わるのがまあ大体一緒っていうね。そうです、そうです、おかずだけ。ああ、うん、でもそれはちゃんと、うん、うん、してるよそれはね。うん、こうおしんことかも、おしんこも途中で入れたりして、途中で食って、はいはい、こうご飯食べて、はい、それはおしんこつまんでとか。もうちゃんと一個がすぐ量が多く残るとかないの。ちゃんと綺麗にバランスよく食べてる。綺麗に、うん、うん、食べてる食べてる。それが、それ三角食いっていうの。三角食いはばっかり食い、ね、ばっかり食い、おかずばっかり食べちゃう。ばっかり食い、おかずばっかり食べちゃう。いるよね、ずっとその一個のものを全部食べないと入っちゃうやつがいるし、ね、いるよね、うん、ずーっとそれいるね、うん、
そうね。あれ、なんなの？ああいう人って。多いらしいですよ。多いんだよね。ばっかり食いは。ばっかり食い、ね、でも、どっちがあれなのかよくわかんないの。その、何？自分がこれさ、うん、はい、常識だと思ってやってるけどさ、うん、それが正解なのかわかんない、ね。こっちもこっちで合ってるとは思えない。思えないんでしょ。それはね。うんうん。そうですね。三角以外の体っていいの？じゃあ、一個だけ確認させて。はい。あの、例えば、生姜焼き定食でいいわ。はい。生姜焼き食べて、うん、で、ご飯も一緒に食べるの。だから今、口の中には、生姜焼きとご飯が入ってるのね。うん、で、もぐもぐ食べてるの。で、まだ飲み込んでない時に、漬物を口の中に入れるのね、俺。はい。それはいいの？わかんない。いいの？俺はそんなあんま好き。俺は、あんましないけど、その3つだったらまだいいかなってあるけど。ああ。でもあんましないな。漬物をそこに入れるのは。あんま、俺で結構なくなってから入れるんだよね、大体。じゃないとちょっと気持ち悪いの。いつも自分の口の中をいつもイメージしてるから。うん。お前口がイメージしながら食ってるの。だからちょっと気持ち悪いな。ほんとちょっと考えることあるんだよ、そういうの。あ、そう。あの、牛丼あるじゃん。牛丼。で、紅生姜食う？牛丼で。食べる。ね？すぐ入れちゃう。うん。で、紅生姜はさ、うん、さすがに、口の中牛丼入ってる時に紅生姜も口の中入れちゃうよね。入れちゃう。それと同じこと。ああ、そうは。ね、そういうこと。そういうこと。それはするか。だって味が全然違うものじゃん。うん、まあ、おしんこみたいなもんじゃん、紅生姜。まあね。それを口の中入れたら美味しいじゃん、なんか。美味しい。あって。でそれで生姜焼きと、うん、生姜焼きとご飯食べてるのに、例えばキュウリのおしんこがあったらそのまま口に入れちゃう。ああ、まあ、その理論は合ってるね。で、俺はそれで食べるのね、基本。うん、はい。だからこれが、当たり前だと思っていくけど、は？気持ち悪いじゃんって言う人もね、いるかもしれないから、これは、俺のが正しいとも言えないよね。まあ確かに、それは嫌な人もいるだろうね。だって口の中味混ざっちゃうじゃんって。そうそう、俺は、うん。言う人もいるわけ。ちょっと、おぎりちょっとわかるわけでしょ、その気持ちは。だから俺、丼として出てきて、そうやっても見た目でもそれ全部合わさってるもんだったら食べちゃうんだけど、うん、なんか別々に置かれたものを口の中で合わせるのが嫌なんだよね。そう。だから、ほら、前も言ったこともけど、その飲み物も、そこで出す、飲み物はお茶なんだよ、俺は。食事に多いのはやっぱ。コーラとか、そういうなんか、ジュース系は絶対合わないっていうね。お茶だったら、うん、口の中、ちょっと入ってて飲んだとしても、お茶漬けになってっから、口の中では。まあね。そう。だから。それ前も話してましたけど、え、ピザ？ピザ、はい。とコーラって合うじゃん。合う。でもそれもピザの食べた時にはコーラは絶対飲まない。飲まない。ピザ食べる時もお茶。いや、ピザが、コーラ飲むけど、ピザが完全口から消え去ってからコーラを。あ、まあそれはね、それはもちろんそうだよ。でしょ？その、うん、口の中でちょっと混じることはないの、その。え、じゃあ、生姜焼き食べて口の中全部なくなってからコーラだったらいいの？まあ、よしでしょう。よしとしますよ。だったらご飯食べながらコーラ食べれる人と、あ、飲める人と一緒だよ。そうなんだけど、やっぱ、なんだろうな、やっぱ違うんだよな、その混ざっちゃうことも多少あるし、やっぱご飯って多少って言い出しちゃったらもうそう、なんか嫌なんだろうな。あ、そう、うん、もうこれはちょっと分かんないんだよね、正解が。みんなだからみんな違うんだろうな。俺は自分がしてるのがもう絶対だと思ってたけど、うん、確かにこれ気持ち悪いっていう人いるかもしれないよね。うん、ねえ、うん、ラジオネームグレイサー、うん、変わった人は高校の担任の松本先生です。はい。職員室の水槽にシラスを飼って、昼ご飯の時間になると、すくって、踊り食いをして。気持ち悪いな。変わってんな。変わってるね。変わってるよ。シラス水槽飼って踊り食い。昼ご飯の踊り食いしてる先生、変わってんね。食べれますね。食べれるけど、変わってんね。変わってるわ。踊り食い。シラス買うんだ。踊り食いね。生シラス。生シラスよね。うまいよね。とかでね、かけるとびっくりしちゃったんですよね。生姜とね。生姜と醤油でさ、そうそう。つけ食べて美味しいよね。美味しい美味しい。大変よ。踊り食いして。変わってるってすごいな。すげえ変わってるわ。ああ。ラジオネーム、うん、古畑ニンニンニンザブロー、小木焼さん、小武天さん、こんばんは。こんばんは。僕の周りの小島さんみたいな人は、うん、自分の母親です、うん。家で映画を見ていた時、うん、クライマックスのラスト10分で急にいなくなり、うん、どうしたんだろうと思い母親の部屋に行くと、
一心不乱に折り紙を折っていました。なぜ今折り紙を折らなければならなかったのか、映画のラストが気にならないのか、本当に訳が分かりませんと。でも何だろうね、そんなあるよ親って。何だろうね、すごい見てて途中まで良かったのに急に洗濯始めたいとかさ、するよね。多分内職とかなんかなんだよね。内職なのかな、きっと。なんかこれ分かんない、内職なのか、例えばなんか知り合いが入院してて千羽鶴を折らなきゃいけないとかがあったのを急に思い出しちゃったの、で親ってそうだもんね。そう、分かる。俺もお母さんラスト10分で寝なくなって、なんかやるよね、急に思い出すよね。今でも覚えてる、羊たちの沈黙見てたんだよ、お母さんと、お姉ちゃんと、知ったらほんと最後のクライマックスも、これ今からっていう時にやっぱ洗い物しに行くんだよね。洗い物とかそうよ、洗濯とかそうよ。そう、ちょ、ちょっともうね、あれこっちもやらないよね、あれ。やだよ、なんで最後までねんだよっていうさ。そうで、洗い物終わった後にどうなったって聞いてくるんだよ。そう、聞くんだよね。ね、もうやんでだよってあるわ。もう見てよと思うんだよ。じゃあコーナー行きましょうか。はい、君の名は。はっちゃんてのコーナーですよ。はいはい、じゃあ行きましょう、ラジオネームしまいにゃぽこちん。高校生カップルが友人にお互いの好きなところを聞かれ、軽いカップルだと思われないためにひねり出したっぽい答え、自分の考えを持っている。まあ、これよく言いますよね。 あいつ自分の考えを持ってんだよなとか、あ、そういうとこ持ってんだよさ、軽く思われないためにね、よく言いますよね、これね。なるほど、なんだっけ、荻井の美学的には顔を褒めるのがかっこいいんだっけ。そう、顔はやっぱいいよね、顔はかわいい、顔だけはやっぱ褒めた方がいいよ、顔がかわいい。うん、あんまりみんな褒めないんだよね、実際ね。ちょっとやっぱそういうふうに思われたくないからなんでね。そうなんだよね、なんかかわいいこと、そう、顔で選んだとか思われたくないから、みんな内面を言いたがるんだけど、実際は顔がかわいいって言った方がむしろいいんじゃないかと。そうそうそう、好感度的に顔が一番いい。うん、なるほどね。ラジオネーム取れたてのじゃがいも。アンタッチャブルのザキヤマがオードリーの2人に対して無理やりぶち込んだっぽいボケ、ヘップバーンの2人はさ、言いそう言いそう言いそう、あー言いそうだね、そういうのね、言いそう、もう必ずボンボ言うからな、その近いところの名前を言いますよね、ボケを必ずするからね。ここは、ラジオネーム周囲打者伊藤。昼ドラによく出てくるセリフのランキングで3位に選ばれてそうなセリフ、一体どういう風の吹き回し。よく使うね、使うよねこれね。あ、よく使うね、ドラマに多いですよね、こういうの。一体どういう風の吹き回し。ラジオネームモスクちゃん。なぎら健一がいいことがあった日に飲んでいそうな焼酎っぽい名前、深川の花嫁。おー、いいね、いいね、ミングだね。なぎらさんね。いい時飲みそう。そう、たまたま俺が入ったなんかお好み焼き屋のがあったんだけど、はい、近所に、うん、したらそこなぎらさんの息子さんがやってる店だった。すごいね、お好み焼き屋なんだ。ラジオネーム西園寺わかめ。有吉弘行がこれから小田和正につけそうなあだ名。妖怪ラブソング。うまいよこれは。うまいね、うまいよね、妖怪ラブソング、うまいね、すごいよね。これは有吉君に教えとこう、あげたいよねこれね。今度万が一小田和正さんにつけなきゃいけないってなった時、これ言ってって言っとこう。言っとこう、これ言ってくれるぐらい、これはクオリティが高いんじゃないよね、ね、妖怪ラブソング。ラジオネームゴリラがストライキ。洋画の吹き替えを担当している声優さんたちが、一度は言ってみたいと思うっぽい洋画のセリフ。いいからお前だけ先に行け。なーに、すぐ追いつくさ。生きて帰れたらいつものところでまた酒でも飲もうぜ、ブラザー。あるね、あるよね、そのシーン必ずあるな。エディ・マーフィーっぽいよね。ラジオネームトマソ。
お店の名前にするなら名字の前にメガネのつけたくなるっぽい名字、うんうんうん、メガネのってねつけたくなるっぽい名字、はいはいはい、うん、高木これは言いたい、メガネの高木はもういいよ、もう抜群だね、抜群ですよ、メガネの高木一番合うんじゃない、メガネのの後に合うよね、メガネの高木は一番合うんじゃない、すごいよこれは、メガネの高木はいいねラジオネームトマソー、うん、市川海老蔵の一連の騒動を受け父の團十郎が会見を行い、会場には大勢のマスコミが詰めかけたが、はい、もしもあの会場にミスター・ビーンがいたらミスター・ビーンの身に起こっている出来事っぽい流れ、うんうん、てっきりここへ来れば美味しいエビが食べられると勘違いし、うん、フォークとナイフを持参して会場入り、はい、首からナプキンを下げ、うん、エビはまだかとフォークとナイフをカチカチしていると押し寄せたマスコミに突き飛ばされ、うん、フォークが自分の足に刺さる、うん、一斉にたかれたカメラのフラッシュにびっくりして、うん、よろけた先は團十郎の隣、團十郎の頭をペチペチしたり拝んだりした後一緒に謝罪して退場浮かぶ ね、 ね、最後ちゃんと落ちもあんね、目に浮かぶ一緒にやっぱこう謝罪して退場しそうだもんね、そうだね、なんかお辞儀してね、うん、すごいな、うん、お辞儀こう一回すんだけど團十郎がねお辞儀して開けんだけどまだ團十郎してるからもう一回下げるみたいな挟むよねそれも長く見たことあるわ、ね、それ絶対挟むよね、うん、ラジオネームミスターインポータント、男性ボディービルダーの6割に共通してそうなこと、うん、奥さんもボディービルダー心出会い多いよね、そうだ ね、 ね、こっからね、そ、そうなってくるだろうね、だよ、うん、それはそうなってくると思うよ、ね、うん、ラジオネーム、身から出たサービス、うん、司会者別アダルトビデオを選ぶときにパッケージに書かれていたらついつい手に取っちゃうっぽいフレーズ一覧、はい、上田晋也、うん、ナース、うん、めぐみ、めぐみとしあき、めぐみさんって名前下の名前わかんないね、めぐみとしあきさん、はい、OL、 宮根誠司、はい、キャビンアテンダント、おお、相川欽也、はい、生意気なギャルやっちゃいました相川欽也もだ、ね、キンキンもだぽいな、キンキン若い子好きだからね、そうだねキンキンね、若い劇団員が好きなのそのまんまでねはい、ということで、はい、思いついたら、はい、君の名は送ってください、うん、宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ木曜ジャンクおぎやはぎのメガネびいき君の名はの係、メールの場合はメガネアットマーク TBS.CO.JP です。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーチ。さあ、そろそろね、うん、批評のお時間になりましたので、はい、ね、今回もまた何か届いてるみたいなんで、聞いてみましょう。こんばんは、TBS アナウンサーの増田直弘です。週刊おぎやはぎ批評。この時間は聴取者の皆様から寄せられた番組へのご意見、ご要望を紹介し、より良い番組作りによる放送文化の向上を目指し、パーソナリティであるおぎやはぎへ自己批評を促します。本日も素敵なピアノの演奏とともに皆様からのメッセージをご紹介いたします。うっす、オラ、マスタローさあ、ということで今週の1位はおーちょこ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 ポチャーン、ダメでしょ、誰だろう、小向井美奈子ダメでしょアナウンサーはやっちゃダメだよこれは。たけしさんの番組で小向井美奈子さんが初めてテレビ復帰するっていう時に生中継やったんですよ、覚えてる、それで初めてそのテレビの画面に復帰するっていう時だって、かなり打ち合わせもやりまして、うん、それで私初めてお会いしたんですけど、うん、いやー、ごっく
んって感じでしたね。いいよそんな感想は。興奮の度合いが違う。だから、おーちょこ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 。ポチャンって分かんないけど好きな有名人ですね。分かんないでやってるからね、うん、意味は分かってないから。そうそうだから言えるのか、うん、では最初のお便りです、うん、東京都中野区ラジオネームきんぴらごぼうさん29歳女性の方からいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく聞いています。お二人の仲の良さには脱帽です。人と話をしたり文字を読んだりするとき、よく最初に、とか、とかつけますが、うん、先週矢作さんは、それが、おぎーでした。え、うん、オープニングのメールで、おぎさん、矢作さん、かちさん、あつしさん、こんばんは、と読んだ後です。うんうん小木さん、八木さん、カチさん、アツシさん、こんばんは。こんばんは。おぎ、まずは加藤さん。なんだこれ、すげえ。はっきり言ってるよ。八木さんの頭の中は、小木さんでいっぱいなんですね。ただ、そこまで仲がいいと、ちょっとキモいです。言ってたね。続いてご紹介します。神奈川県横浜市、ラジオネーム、アンズさん。37歳女性の方からいただきました。ありがとうございます。深夜の生放送ご苦労様です。私は加藤浩二さんが大好きで吠え玉も聞いていたリスナーですが、うん、小木さんは加藤浩二さんをバカにしているのですか、うん、矢作さんが今日は浩二君が来ますと言った後に、うん、来ちゃうんだと言ったのも腹立たしいですが、一番腹が立ったのは加藤さんが足を骨折しなかなか救急車が来なかったというお話をされている時、こともあろうか小木さんはうーとサイレンのモノマネをして必死で話している加藤さんを茶化したのです。あれ音鳴ったから、音鳴ってるから、うん、だから例のそのちょっとやっちゃったけど言っていいけど大丈夫って言ったら骨折でしたじゃなくて、うん、もうそのままですよ、ね、そうもう一つ言わせてください。加藤さんが海老蔵さんの件について取材されたことを話しているとき、きっと話を全然聞いていなかったんだと思います。瞬時に嘘と反応した矢作さんと違い、少し間が空いてからのおーはははははははというわざとらしいリアクションは猛烈に腹が立ちました。うん、俺これすぐ乗っちゃったら、うん、俺いたのを隠すために逃げたみたいにかからねえかみたいな感じになってたら、うん、その雑誌見たら、うん、加藤浩二みたいな人が一緒にいたとも言われるみたいになってた。うそ、うん、おおはははは遅いね。なんだこれ今遅いね反応ね。なんだよ今小木さん、うん、加藤さんは許しても我々武闘派リスナーは許しませんよ、うんうん、週刊おぎやはぎ批評、うん、今週はここまでです。なるほど。確かにちょっと反応鈍いね。反応鈍いですね。ちょっとね。いやでも俺はだってすごい俺の近くにいたし、うん、言ったらあの時結構俺の目を見ながら喋ってたから、あ聞いてないわけはないですよそれは。あそう、じゃあちょっと反応遅かったよね。確か反応遅い反応遅いんだね、うん、どんなに聞いててもやっぱ、うん、あとおぎーって言ったね、うん、うん、おぎー手紙が今日手紙が来てる。何手紙って、うん、手紙来てるよ。すげえ。おぎやはぎ殿、うん、毎週の生放送お疲れ様です、うん、今年4月に木曜ジャンクとしての放送が始まり早8ヶ月が経ちましたが、はい、これほどまでに生、これほどまでに放送中の出現、不手際の多い番組も珍しいかと思います、うん、番組パーソナリティであるおぎやはぎのお二人には今年1年の反省点を改めて見つめ直し、うん、来年はより良い放送を心がけていただきたい、うん、ということで2010年最後の放送となる来週12月30日には、うん、メガネビーキン2010年反省総決算おぎやはぎ批評2010ワースト10をご覧いたいと思います。え、リスナーの皆様には今まで放送されたおぎやはぎ批評の中から
皆様が最も見にくいと思う批評をメールで募集したいと思います、うん、メガネビーキのさらなる発展放送文化の向上のためご協力よろしくお願いいたします、うん、平成22年12月23日おぎやぎ批評審議委員会委員長増田直弘うわ増田さんから手紙が来てる。あ、そう委員長なのね。何これ来週総決算こういうことやるんだ。へーやだねー。ファースト10を行いたいのね。いや結構あるたまってるもんだってこれ。また繰り返されたくねえなー。俺も繰り返されたくないやついっぱいあるんだよ。いいのあったね一個ね。あるよすごいのね。いやこんなんやるの来週ベスト 10? じゃ結構時間割くねこれやるんだね。あワースト10ね。ワースト10。ああそうですよベストではないね。そっかまあ、はい、締めくくりとしてはまあ確かにね、うん、まあ確かに見つめ直さなきゃいけないと思ってるからさ、ね、俺もプロとして、はい、うん、いやこれ反省しましょうよ。じゃあまあいいや、ね、やろうか。真摯に受け止めましょう。はい。いやということでね、うん、来週は、はい、まあ僕らは嫌ですけどリスナー結構好きなんでしょこれ、うん、じゃあお楽しみに、ね、はい。おぎやはぎのメガネビーキホワイトチョコ入っちゃった今俺ね、小木に内緒したことがある、うん、ホワイトチョコが好きなんだよ。確かにそれは初耳だよマジで、マジ言わなかったです。聞いたことないでしょ。聞いたことない。俺だって言ったことないもん小木に。なんで言わないの。であんま人にも言ったことない俺ホワイトチョコ好きってことを、うん、なんでだろうね。ホワイトチョコ好きって人まず俺言って聞いたことない。そういう人がでしょ。みんな言わないんだね。じゃあホワイトチョコは、うん、これねなんちょっと好きとかいうレベルじゃなくて結構好きなんだよホワイトチョコ。そうなの。もう悪いねなんか。大体普通のチョコ食べなかったもんねよくね。食べないでしょ、ね、でもホワイトチョコがあると食べてたもん、ね、食うんだよ俺。ホワイトチョコ好きなの覚えといて。なんで言わなかったんだろう、うん、ラジオネームこじゃり今日のあの変わった人メール、はい、ご飯中に口の中を見せてくる友人がいました。あーなんかいたな。なんかそんな人ちっちゃい時いた。これわざとでしょ。だからわざとですよね。さっき俺が話したさ、はい、こう、うん、上から水かける友達でしょ。 はいはい、うん、あいつねくしゃみする時必ずね俺の顔の前ですね。はっしゃんっつって必ずかけてキラキラする。ああ、そうなんだ。そう。かかるってことじゃん。それもちゃんとする前は唇をすげえ舐めて、バーってかけるようにするの。ブローっていけるね。そう。ああ、俺もちっちゃい頃やってたわ、くしゃみは。ラジオネーム、ウール 100%。小木さん、八木さん、工務店さん、こんばんは、うん。うちの弟はトイレに入るとずっとゲップをしています。僕の部屋はトイレの隣にあるので弟がトイレに入ったらすぐに分かってくる。なんでゲップなんかなんでだろう、ね、トイレに入るとゲップがしたくなっちゃう。あれ俺なんかそんなに似たようなことなかったかな。そうあった。ゲップゲップはないんだけど、まあ、だな俺なんかねどっか行く、うん、入るとね、うん、なんかしたくなるっていうのあったな。何かを言ってまずそのゲップじゃないんだって。まず何か言おうよそれを。何ね、そっから考えていこうじゃあ何をしちゃうの。よくあるじゃん、よく有名なやつ、まあ、本屋に入るとうんこしたくなるとか、うん、こしことかね、とかそういうようなやつで、うん、例えばくしゃみ。くしゃみじゃない。くしゃみはね、ほこり、ほこり普通だよそれ。ハウスダストみたいなやつのほこりで、ほこりをね、うんのとこに入るとくしゃみが出る。それだったの。あーもう時間なくなっちゃった。ちょっと思い出せないから、うん、これはまた思い出していきます、はい、それでは今週はこの辺でさよなら。